じゃあ勇者ルーサーは今も俺たちの脱獄のために動いてくれているってことだな。そういうことだ。わかった。じゃあ俺たちは俺たちで奴の指示通り外に出れるよう準備しておくぞ。そうだな。じゃあパンク、お前はロープを準備してくれ。ロープああ。あそこの塀はとてもじゃないがロープなしでは越えられねえ。俺たち二人はその先にある。フェンスをどうするか考える。わかった。でもどうやってロープなんか準備する超達屋がいる。超達屋外にいる人間と繋がっていて、こんな塀の中でも。 金さえ払えば何でも準備してくれる男だ。そんな奴がいるのかああ、オレンジの髪で頬に傷がある。ラビルって男だ。オレンジの髪のラビルだな。分かった。用心深い男だから気をつけろ。ああ、了解だ。お前がラビルかああ、そうだが、何の用だロープを準備してもらいたい。ロープ何を言ってんだ、お前。いや、ロープが必要なんだ。ロープを頼む。いやだから、なんでそれを俺に言うんだよ。え、え、あ、ああ、お前のことは知ってる。キャスパーから聞いたんだ。 え、何を聞いたんだえ、いや、だから、お前が超達屋ってことだ。あ、もちろん誰にも言ってねえぞ。いや、それは、いいんだけど、超達屋じゃないよ。ええ、あ、え、ごめんね。誰かに超達屋って聞いたいや、うん、チャスパーから、あんたが超達屋だって。えほんまに違うよ。なんでそんなことなってんやろ。え、違うのかうん、ごめんね。あ,あ、そうだ。あんたが用心深いとも聞いてる。 いや、いやいや、君のことを信用してなくてとか、そういうことじゃなくて、ほんまの人違いやで。そう、なのか。申し訳ない。じゃあ、今の話は悪いんだが、忘れてくれ。ああ、それは大丈夫だ。ありがとう。うん、え、チャスパーやんな。ああ、チャスパーだ。多分あれかな。俺食料庫の係やってたから、そん時のなんかで、多分誰かとごっちゃなってるんやと思うわ。ああ、そうなのか。うん、だからうまいこと言うといて。わかった。うん、まあ、とにかく、俺じゃないわ。ごめんね。頑張って。おい、あいつじゃなかったぞ、お前。え、何がだ。いや、だから。 到達屋はラビルじゃなかったって。いや、ラビルで間違いない。えいやいや、絶対ラビルじゃないって。最初に金は渡したかいや、渡してない。ああ、悪い、それだ。金をもらわないとあいつは動かないんだ。いや、もう、そういう問題じゃないよ。あれは。完全な人違いやって。あいつで間違いないから行ってこい。これであいつやった方が怖いって。いいから早く行け。じゃあ明日の朝までに準備する。ロープとなると手渡しは無理だ。第4倉庫の前の花壇の中に隠す。見つけ次第自分の牢にでも隠せ。 何に使うかは知らねえが、見つかっても俺の名前は出すんじゃねえぞ。分かったら行け。鳥肌えぐいわ。